木曽馬とは、長野県木曽地域を中心に飼育されている、馬の一品種である。また、日本在来馬の一つでもある。岐阜県飛騨地方でも飼育されている。日本在来種は他に、北海道和種、野間馬場、大衆馬、三崎馬、トカラ馬、宮古馬、与那国馬がいるが、本州の在来種は、木曽馬のみである。一時絶滅寸前であったが、 木蕎麦保存会が中心に活動が行われた結果、飼育数は増加した。しかし以前のような常用、農耕を目的とした需要はなく、現在は200頭以下という、平安時代から江戸時代にかけて武士の馬として使用された。起源ははっきりしていないが、もともとは猛虎の馬である。一説では、起源前1世紀の間で改良された猛虎草現場が2から3世紀。 朝鮮半島経由でトライしたという。この馬が、基礎地域という山岳地帯で飼育された影響で、基礎馬となったとされる。大見春三号は、最後の純血基礎馬である。体高は1 3 2トル体長は1 5 8トル脅威は1 7 0トル管が濃いは1 8トルという馬格であった。父は、新名号、母は、鹿三号で、 いずれも純血である。父神明号は、軍用馬の馬格改良を背景とした1939年制定の種馬統制法により、民有基礎純血種を馬が、虚勢廃用処分となっていたところ、武水別神社の神明であることから処分を逃れており、1950年に再発見され、神社より払い下げを受けた上で、基礎馬登録事業の本登録馬、 1> 第1号として登録されるとともに、種おばとして共用されたものである。第2春三号は1953年に、種おばの検査に合格し、長野県宇の種おばとなるものの、参観地農工場としての木蕎場需要の減少から後に、放出され海田村に戻る。木蕎場保存会の手により、木蕎馬の系統維持にあたり、木蕎馬の血統の復元に貢献した。三区は、春月号。 春風号、蘇山号等。1973年に日本動物愛護協会より表彰される。1975年1月17日にバレエ25歳で安楽死処分された。内臓と骨格は名古屋大学の学部に研究用標本として保管され、川は白製となり海伝村の郷土館に置かれた。処分時点で大見春山号は漏水による 骨軟化症や横断を発症しており、基礎馬のあるべき姿を標本として残すために、自然死を待たずに処分された。ありがとうございます。